我が剣剣なしされど剣なり栄光の剣壊れずの絶世このひとときだけでも不満でビランデル。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はマンドリカルドについて解説をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、リカルドさん一応星さんサーバントのライダーで新しく追加されるサーバントとなっております。で、期間限定とかスト限関係なしで、1月1日から、来年ですね、来年からフレンドポイントでも、出てくる常設のサーバントとなっております。で、ステータスなんですがこういう感じです。そして星さんライダーの中でステータス的に言うと、体力攻撃力ともに平均値ぐらいです。なのでまあどっちでも使えるサーバントと思ってもらえれば大丈夫です。そして次、スキルなんですが、スキルは FGO のウィキペディア参考にしております。まず第1スキル、自身の防御力を3ターンアップし攻撃力を3ターンアップ。第2スキル、 HP が 50% 以下の場合のみ使用可能、自身の攻撃力を1回1ターンアップしクリティカル威力を1回1ターンアップ、攻撃時に敵単体の防御強化状態を解除し、自身に即死効果を過去デメリットを付与する状態を一旦強化扱いで付与。第3スキル、自身に急性能とアーツ性能を3ターンアップしターゲット集中状態を一旦付与というスキル構成になっております。で、まあ第2スキルが難しいんですが、とりあえず上から解説していきます。まず第1スキル、自身の防御力アップなんですが、これレベル1で 20% レベル10で 30% アップしてくれます。なので、性能として、防御力 30% アップを3ターンしてくれるというのは優秀です。かつそこから攻撃力を、レベル1で 10% レベル10で 20% アップしてくれるんで、まあ孔明とは、言い切れないんですが、この第一スキルだけで火力と防御力、耐久面を、底上げしてくれるといった意味で、まあ第一スキル結構強いんじゃないかなと思っております。そしてちょっと第2飛ばして第3先行きます。第3スキルなんですが、急性能アーツ性能、これに関して倍率ともに一緒でレベル1で 10% レベル10で 20% ともにアップしてくれます。なので、マンドリカルド宝具がアーツ宝具ということで、宝具を打つ際とか、火力を合わせると、火力を出すとき、もしくは宝具回転率上げようかなって思ったときに使用してあげるといいんじゃないかなと思います。そしてターゲット集中状態付与に関しては 300% の、倍率で、ターゲット集中してくれるということで、まあターゲット集中していたら大体攻撃は通ります。ただ、第一スキル使ってあげないとダメージ食らいすぎて死んでしまったっていうことになったりなりかねないということもあったりするんで、そこだけ注意しておいてください。そして第二スキル、これがすごい難しいというより、へえそんな感じなんだってやつです。 HP が 50% 以下の場合使用可能ということで、 HP が 50% 以下になってないと使用することはできません。そして攻撃力アップなんですが、これレベル1で 30% レベル10で 50% 攻撃力1回の1ターン上げてくれます。そしてクリティカルに関してはレベル1で 50% レベル10で 100% アップしてくれます。で、それだけ見るとめっちゃ優秀なんだけど、このデメリットで即死を付与、これがすごいね、使っててあこれちょっときついなって個人的に思いました。理由としてなんですが、これ一旦後に自分死ぬのかな、やられちゃうのかなと思ったんですが、攻撃した後に速攻倒れるんですよね。なので仮に第2スキル使用した時に自身でチェーンが組めないっていう悲しみをね負ってしまうといった意味で、ちょっとこれ使うタイミング相当限られてくるんじゃないかなと思っています。ただ逆に退場させる、速攻退場させるといった意味では、まあ相当優秀なスキルとなるんで、まあ単体宝具のステラかっこスキル版と思ってもらったらいいかもしれないね。でちょっと余談なんですが、ガッツをつけてる状態で素殴りした場合の、動画とガッツして宝具を打つ際の、動画あるんで、そちらご覧ください。
はい、了解です。おー、え、了解。栄光の剣、壊れずの絶世、このひと時だけでもヘルマンメテラザル。剣を持たない騎士にしちゃう。はい、見てもらったんですが、通常攻撃だった場合ガッツが発動したらそのまま攻撃はされませんが、宝具の方はガッツが使用されるとそのまま攻撃して、実際のところ即死が2回食らってしまうということになるんで、そこだけ注意しておいてください。ただまあこのスキルな、正直スキルで、ステラするんだったらもうちょっと倍率高くても良かったんじゃないかなとか個人的に思ったりしています。まあそれに関してはちょっと欲望ですね。そして、スキル上げの素材なんですが、画像をポンと上げております、画像がないところに、銀色の、冠が入ります。銀素材の方ですね。で、それ以外の素材で言うと、まあ塵が60個、鎖90個、妖覚が33個使うといった意味でちょっときついかな。ただスキル間にしようと思った際に、リカルドに関しては2部5章クリアしていないといけないということがあるんで、まだ2部5章終わってないよっていう方に関しては、進めることをお勧めします。そしてスキル上げの優先順位なんですが、正直なところね、何でもいいんだよね。第2スキル使わねえやって思うんだったら第2スキル放置して、まあ火力と耐久力上げてくれるといった意味で1、3、2とかでいいんじゃないかなと思います。正直これはなんかそこまで優先してあげるスキルがあんまりないっていうのが印象かな。そして次、クラススキルなんですが、耐魔力 C、弱体耐性少しアップしてるんでデバフ弾きます。騎乗 B、 急性能アップしてるんで星出しがちょっと強くなっております。そして、宝具なんですが、宝具は自身の急性能と、アーツ性能とバスター性能を1ターンアップ、オーバーチャージで効果アップ、そして敵単体に超強力な攻撃をし、自身の攻撃力を1ターンダウンのデメリットがついております。で、オーバーチャージの方なんですが、まず急性能、アーツ性能、バスター性能、これオーバーチャージ 1100% で 20%、 2で 25%、 5で 40% アップしてくれます。なので、この宝具使用して、アーツチェインすることで宝具が2連発することが可能になったりするといったのがあったりするんで、結構まあ使用宝具の回転率といった意味では結構高めかなと思います。で、攻撃力をダウンのデメリットなんですが、これに関しては 10% 固定となっております。ただこの、攻撃力ダウンに関しては1ターンしか持続しないということで、宝具2連発しようって思った時に1ターン目、まあその後のブレイブチェーンは火力落ちちゃったなってなったにしろ、攻撃力の宝具ですねはそのまままた同じ火力で出すことができるといった意味で、宝具の面による火力の低下っていうのは気にしないで大丈夫かなと思います。お、え、了解。栄光の剣、壊れずの絶世、このひと時だけでもヘルマンメテラザル。はっ、せっ、ライダーらしくいきますかね。クソ。そして次、コマンドカードなんですが、コマンドカードは9 2枚のアーツ2枚のバスター1枚です。まず9性能なんですが、9性能に関してはそこそこいいかな。めちゃくちゃ高いわけではないんですが、まあほどほどに星出してくれたりするんで、うまいこと9チェインとかして、稼いであげるのがいいんじゃないかなと思います。了解。え、了解。せーやった、せーやるわ、ブリリア道路行くぞ。次、アーツ性能なんですが、アーツ性能に関してはいいです。結構高めとなっております。まあただスキル上げにちょっと、依存してしまうっていうこともあったりしたりするんで、そこだけ注意してください。了解です。
い、うー、えい、はっ、やろう、せい、ライダーらしくいきますかね、ここは。ラスト、バスター性能なんですが、バスターに関しては正直あまり使わないかな。まあ、うん、それで殴るっていうよりも、アーツとか Q を使って星出ししてクリティカル。で、運よく B が使えたらいいな程度でやっておけばいいんじゃないかなと個人的に思います。うっす、えい、うっす。叩き切れ、せい、そしてリカルドと会うサーバントとしてはここら辺になるんじゃないかなと思います。まず玉も言わずもがな、孔明も言わずもがな、アスクレピオス NP の補助と、獲得量のアップ、あとガッツを持っているということで保険、エレナママ NP の補助と星出し、3色バフ、ランリョウを NP の補助とアーツの補助、防御の補助もできる、坂本龍馬、ダブルで殴っていくってやつですね、アーツと星出し、あと攻撃力の補助で、シロジャンヌ耐久要因、ライネス NP の補助と無敵とかの耐久要因、そして BB に関しては宝具連発しようと思う際に固定させてあげるとまあまあいいかなと思います。そしてリカルドに合う霊装なんですが、基本アーツ性能アップ、宝具威力アップ、 NP 獲得量アップ、ここら辺で構いません。うん、まあ宝具一発に全力をかけるぜっていう意味で黒聖杯運用するっていうのもありなんですが、まあそれに関しては正直使うギミックがあまりなかったりもしたりするんで、うん、まあとりあえずアーツ性能とか、宝具威力アップ、 NP 獲得量アップの霊装をつければいいんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.